はミュージカルの曲からお届けしたいと思います。マイ・フェア・レディの中のワンシーン、オードリー・ヘップバーンさんの映画でも有名です。だったらいいな。一緒にこの場を作っている曲を育てるような感じでございます。で
の、はい、三角さんと、まあ、チケットをもらった先輩、はい、映画を見に行って、はい、吉永小百合さんの連れて行っていただきまして、はい、小泉洋さんが、はい、こんにちは母さんというね、うん、まあ、地味な映画館でございますを見に行きました。テーマとしてもね、はい、その中でね、寺尾明さんというのが、はい、まあ、その未亡人だった吉永小百合さん、ちょっと淡い恋の、ね、恋人役っぽい感じでしたね、寺尾明さん、教会の牧師さん役で、はい、非常にいい味でございました、はい、寺尾明さんのお父さんは宇野重吉さんですね、あの大俳優なんですけどね、はい、新劇の大俳優なんですけど、ひょっとしたら宇野重吉さんよりいいんじゃないかという、寺尾明さんがなんかすごくいい俳優さんになられてましたよね、なっておりましたね、偉そうに私はお客さんの立場で言ってるんですけどそうそう、こんな評論家みたいな偉そうな、なかなかいい味出してたで、その人が1981年、はい、昭和56年にも大大ヒットを飛ばしました曲を今からお届けいたしますけど、はい、今日はちなんで指輪を、これ僕ね見たことないルビーという、ね、これ本物ですね、いや偽物かもしれません、本物です、ね、どうでしょうか、このルビーの指輪をして、はい、今日はね、この曲にちなんで1981年、昭和56年にも、はい、いろんな歌謡祭の賞を総なめにいたしました、はい、ルビーの指輪でございます。
Thank you.